はい。さ、そう、それからあとそのあれ、弁当の方はどうなってんだっけ？2号の弁当？うん、2号の弁当。2号の弁当はもう、用意はできております。ラプチャーディスクで、破裂するような状態にラインナップは完了しています。あ、できたんだ。で、今、バックアップのコンプレッサーを現場で取り付けておりますんで、かなり3号の時よりも信頼性は高いと思います。さっきのそのコンプレッサー欲しいって言ってたのは、バックアップで欲しいって言ってたってことね。そうです。それ、2F からいただきました。ありがとうございます。そうすると、今もうその弁当は核燃料の圧力が上がったら弁当できる状態になってるっていう理解でいいですね。ラプチャーが破裂する圧力までドライウェルの圧力が上がれば、そう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 、そういう、はい、そういうことです。 OK、 だからこっちはもうスタンバってますよと。あとはじゃあ水だけだ。水だけなんです。これはもう人力中がもう力技なんで、その海水っていうことでみんなさ、無限にあると思ってちょっと安心してるとこあるんだけど、今のその、そうそう、なんかピットへの移送っていうその作業を伴わないで、海から直接汲み上げるっていう手立ては全くないの？いやいや、それはもう当然、本筋がそっちなんで、それやってるんですけども、それが昨日の夜からやってて、なかなかちょっと思うようにはかどってないんですよ。なるほど。それでちょっと水が少なくなってきたというのは、それが一つありましてですね、それを今再チャレンジしている最中なんですが、その本流のそれがですね、きちっとできればもう自信持って言えるんですけども、そこができないものですから。それはどんなことやろうとしてるんですか？